鈴木さん、先ほどというか、第2戦目のことをちょっとお伺いして、もうちょっと詳しく聞きたいと思いまして、はい、ちょっといくつか質問させていただきます。よくフォワードなんかもゴール前での落ち着きっていう平常心っていうことを言われますけど、失点したシーンで、ディフェンダーの、2対1の局面で、ちょっとやられてしまったっていうのはお聞きしたんですが、そのやっぱりディフェンスのなんか平常心というか、落ち着き、ピンチになった時でも、冷静に判断できる、こういう力っていうのは、なかなか、なんでしょう、いきなりこうピンチになるわけじゃないですか、構成してて。そういうのっていうのは、やっぱ切り替えも難しかったりするんですか？まずその、なんていうんですかね、そのいきなり来てっていうのが、今言ってくださったみたいに、いきなり来てっていうのは、常にやっぱりいきなり来ると思うんで、それをこう、いきなり来ても大丈夫なように常にリスクマネージメントしておかなきゃいけないんですよ。うん、その中で、来て、やばいって焦ってるようじゃ、準備がまだ乏しいよねっていう。じゃあここに来そうだな。じゃあボールが例えば、うちが右サイドから攻めてますなんて。ボール失いました。で、前に1人しかいません。その前に1人いる位置も大事なんですけど、真ん中にいるのか、それとも、うちの右サイド側に寄ってるのか、それとも逆サイドにいるのかによっても違いますけど、だから失って、例えば基本ボールサイドに近いところに、前の選手はいると思うんですけど、逆の選手は人はいないんですよね、その試合は。なんで、もっとこうボールサイドに寄っていいんじゃないのかなっていうのは思うんですけど、やっぱりこう正規のというか、いつも通りのやっぱり位置にいるんで、そこも相手にこう、相手見ていろんなポジションを取れるかって、攻撃の選手にはいつも言ってるんですけど、それも守備も一緒で、相手によって、やっぱりこういろんなポジションをやっぱり取れなきゃいけないと思うんですよね。だそこの変化に対応できるかっていうのはすごい大事なんで、相手が前1枚だったら、正直1人相手の前に立って1人カバーでもいいんですよ。だからそんないろんな守り方があるん で、そういう状態だったら、2人こうやって並んでる状態だと、絶対前にこうやって相手がいると、手前のボールはやっぱ先に触られる可能性が高くなっちゃうんで、こうやって前に立ってて1人後ろにいてっていう状態で守ることもできるし、いろんな準備の仕方がやっぱあるんで、それをこう選手たちはどういうふうに考えたのかなっていうのは、自分はちょっとまだこう話はしますけど、そんななんかここまで考えてましたっていう返答はやっぱり来ないんで、そういう部分ではもうちょっとこう、なんていうんですかね、一人だったらもうちょっとこういう守り方したらとか、じゃあこういうふうな準備してあげた、したらいいんじゃないのかなとか、そういうふうにアイデアをちょっと与えたり、考え方をちょっともうちょっと与えていかなきゃいけないのかなっていうのはあるんで、でもそれをこう僕の考え方をやっぱり押し付けすぎると、やっぱりそこに固執してしまって自分の考えがなくなっちゃってしまったり、自分で考えてプレーしなくなっちゃうと困っちゃうんで、僕も。やっぱピッチの中で僕がこう、入ってプレーするわけじゃないんで、ピッチに立ってプレーするのは自分たちなんで、選手たちが自分で考えてこう細かくポジションを取って、もうボールが1個動いたり半歩ボールがずれるだけでもポジションも変わったり、相手がここにいるかポジションも変わったり、常にこう自分で考えていろんなポジションを取ったり、いろんな動きを出したりしていかなきゃいけないので、それを自分の考え方をこうポンって言ったところで、じゃあ次こうなった時にどうするのっていう風になった時に困っちゃうんで、そこをもっと考える力っていうのはもうちょっとみんなに身につけてほしいなって、その考える力のためにいろんなアイデアはみんなに与えていこうと思いますけど、そこに僕の考えが固執されすぎると自分で考えれなくなっちゃうので、そこはあんまりこうバランス見てちょっとアイデアだけちょっと与えて、他の守り方もどういう守り方もどういうこういう準備もありますよっていうふうにこうみんなが考えてくれればいいかな。今のそういう部分で言うとどうですか、例えばその試合は、試合の時は別として、試合の時もあるのかもしれないですけど、いや鈴木さんこういうふうに守ろうと思うんですけどとか、なんかその練習の時から選手たちから鈴木さんに対してなんか意見とか、なんか提案とか、なんかそういう話し合いになることっていうのはまだなかなかね、
こうまたあんまりないですかね。鈴木さんこの間こういうアイデア出してくれたじゃないですかとか、でそれに対して僕たちはこう思ってるんですけどどうですかとか、なんかそこまではまだ、まあでもトレーニングの中で、うん、こう例えばですけどこう攻撃の時とかも、まあ、ボール持ってる選手は例えば縦パスを選びましたってなった時に、僕がお今のここまで見えてたかとかって言うと、こう見えてたんですけどここがこうだったのでここを選択しましたとかっていうことは全然あります。でもたまにはこうあそこまでは見えてなかったですとか、じゃあそこまでしっかり全部見える中でそこのパスを選択しようかっていうのはいつも伝えてるんで、別にそこのパスを選択したことに対して僕はどうこう思ってるわけじゃなくて、他のこうシチュエーションもしっかり見た中でしっかり選べてるのかなっていうのを今選手にやっぱり求めてるというか、こう一個のところだけ見てこう勝負するよりもやっぱりシュートもあります、パスもあります、ドリブルもあります、まあ、右側の方にパスを出します、左側の方にパスを出します、間にパスを出します、縦パスつけますとか、まあ、それだけでも4つのパスの選択肢があるわけじゃないですか。その中から自分で相手見ながら選ぶ方がいいよっていうのが僕のこう考えというか、1個だけここって決めてやると相手にじゃあそこを塞がれたらどうするのってなるんで、そういうところをやっぱり今選手にすごい求めてる。いつもトレーニングの中でもやっぱりグリッドがこうやって、まあ、四角形のグリッドがこうあるとしても全部を見た中でプレーしましょうとかっていつも言ってるので、それが全体がやっぱり見えてないとこう一個のここの現象だけ見えてるけどこっちの現象は見えてないってなると、やっぱり見える幅も狭くなっちゃってプレーにやっぱり制限を自分でかけちゃうんで、見る力とかってすごいもうちょっと広げてほしいな。鈴木さん、あの現役の時そういうなんか見る力が広がった瞬間っていうか、何でしょう、そういうなんかポイント転換点みたいなのってあったんですか。あ、なんか俺の見る力がついたなっていう。まあ僕は大学1年生の時がこうサッカーの考え方もこう見る力とかどういうところを見てるか、見る観点とか、もうやっぱり大学1年生の時にの指導者の方のサッカーでだいぶこう変えてもらったなっていう、その1年間があったからこう自分のサッカーの幅が広がったというか、こう考えることがすごい増えたなっていうのはあったんで、なんか例えば技術がいろいろ一個身についたおかげで、そのなんかその自分のボールにその持つ時間が、例えば攻撃の場合ですよ、なんかこう余裕ができたおかげでちょっと見る時間が増えたとか視野が広がったとかって、そういう場合もあるわけですか。なんでしょう、技術はそのままだけどなんかこうなんか見えるようになるってちょっと難しいなと思って。そうですね、まあ、見るっていうのがすごいいろんなことがやっぱりあるんで、ボール受けるまでにどんだけの情報を収集してるかとか、まあ、あとはそのボールの動きと同時にやっぱり周りの動きとか相手の動きも見ながら空いてるスペースを見つけたりとかってするためにも、こう一個ずつこうやって見たらでも難しいんで、まあ、でも僕なんかはディフェンスだったんで、まあ、正直もう全体は最初から見えてる状態っていうのはあるんで、センターバックの時もそうだし、まあ、サイドバックでも端っこからこうやって見てるんで、全体やっぱり見える状態をもともと取れてるからっていうのもありますけど、やっぱりその全体しっかり見えてる状態の選手でもやっぱ見る幅がこう狭かったりとかっていうのはやっぱあるんで、癖つけないとやっぱりこうなってる選手もいれば、しっかりこうちゃんと見えてる選手もいるんで、まあ、後ろの選手でも、それ中盤の選手でも、前の選手でも、やっぱ本当全体しっかり見えるようにして、プレーできた方が、よりこうプレーの幅が広がるので、そこはもっと練習ですごい、みんな最近意識 してくれてるんですけど、もっともっとこう求めなきゃいけないなっていう。そういうところはやっぱりなんか伸びていく部分でもあるんですか。
別に大学生だろうが、その、ま、いやもう全然そんなもう見ることなんていうのはって言ったらまあ申し訳ないですけど、誰でもできることだと思うんですよね、うん、その技術が、足元の技術がこうないとできないことじゃないし、うん、ドリブルで3人抜けとか、うん、ドリブルで2人かわしてくれとかって言ってるわけじゃないんで、こう常に情報収集しましょうっていうことなんで、その、ね、街歩いてるのもいつ後ろからひったくりのやつ来るか分かんないんで、こう常にいろんな情報を入れるのはすごい大事だと思います。松木さん、ちなみにそんな風に街歩いてるんですか？いや、そんな風には歩いてないですけど、我々は本当に、まあ、なんかこう僕はもうなんか癖というか、やっぱり運転しててもやっぱ前だけじゃなくても勝手にいろんなところやっぱ見ちゃってるんで、いやまあまあで、まあその例えばこのショッピングモール、まあ歩いてる時とかでもやっぱりなんかこういろいろ見ちゃう、まあ、なんか自分が行きたい店ここって決まっててもなんかこうもう他のところも全部やっぱり見ちゃって歩いてる時も癖というか。なるほど、そういう癖をつけることもやっぱサッカーの上達にはもう大いになんか活かせるってことですね。でもショッピングモールでそんな風にやったら何であの人キョロキョロしてんだって周りから思われちゃいますよね。まあまあいろいろ見るっていうことを一つとっても、もうすごい上達のなんかちょっと変われるっていうポイントってことなんですね、はい、ありがとうございます。